どうも、最近マリメ2が楽しくて仕方がない、サモライです。本日は、ショート動画で投稿したトテムズコース20コース分を1分以内に収めなければならないという縛りをしないで、お届けいたします。楽しいコースが本当多くなってます。コース内にコース ID も出しておきますので、良ければそこから飛んで実際にプレイの方もしていただければ嬉しいです。では早速、やっていく。サモライゲームズ。うわぁ、タイトルがギリギリを狙えだって。いやー、そもそも脱出していけんのかな？こう、あ、いや、いけないかなー。だとするとさ、こうか、やったね、来ました。やったー。さあ、行きます。オッケー、スピンで行くやつね。スピンで行って、ジャンプで行って、オンオフ切り替えて、ここに、いや、いけねえ。そのままジャンプで書き棒をやって、はい。書き棒をスピンで倒していきつつ、スピンでさらに下まで下がっていく。パタパタいったならば、ノコノコになるから、はい、ほい、オッケー、奥まで行っちゃう。よし。ここは普通に行けるようになっている。大砲の弾を撃ち落としていって、そっからスピンでトゲメットを越えていき、普通のメットの頭を借りて、トゲメット行って、大砲の弾行って、こっからドッスンが来ているんだけど、今の怖すぎたんですが、大丈夫でしょうか？オッケー、中間ゲットそっけ、トゲメットの頭を借りつつ、奥から戻って、ブラパを越えていく感じになっております。そんで、大砲の弾、かき棒をやったならば、でっけえかき棒を越えてって、かき棒、頭の上に来たじゃないですか。そんで、スピンで、奥まで行っちまいまして、下に下がりつつ、メットの頭を借りまして、ここから行って、オンオフ押しといて、はい、行ったじゃないですか。オンオフ押して、入って、で、ここに乗って行ったなら、はい、奥まで行って、土管に入れると、おー、なるほど。そしたらどうなっていますかね。お疲れ。やったー。さあ行きます。チョロプに乗って、先まで行きまして、ここもチョロプで大丈夫。危ない危ない。ちょっと待って、怖かった。なるほどね。動く床を意識しつつ、行かなければならない感じになって、俺ここで一旦やった。もう難しいぜ。これもしかすると、そのまま行ける説があるよね。よしよしよし。で、ここ普通に行ってしまってさ、おいしょ、入った。で、中間ゲットありがて、やべ、思いっきりミスってしまった。ほい、この辺、よし、行って、はい、もう、はい、で、上行ってしまってさ、って感じで、どうだ、おなるほど。これ、いける？それ。ちょっと待てよ。これ、いけるか？はい。ほい。いや、怖ー。マジか。これ、超怖えじゃん。せーの。はい。よし。はい。ここ？でも、タイミングだよな。はい。はい。はい。よし。ここ、行って、はい。上に行けるようにやっとるね。よし。なんだこれ。何それ。これさ、怖すぎない。よし。いやー。スピード勝負だよな。ほい。行って、はい。行って、ん？なるほど。こうか。よいしょ。ジャンプしていける。さあ、中間来ましたね。どうなっとる？うわ、出そう。あそこからなんか出てきそうだよな。ほい。オッケー。で、そっから、はいはいはい。オッケー。行って、なるほど。あ、タイミングだ。タイミングだな。オッケー。このまま行っちゃった方がいいよな。だとしたら。ここは何？ん？あ、え？何？え？何？これはもういけるぞ。さあ、まず、キラーに乗って、そっから、チョロプ、チョロプ、オンオフ切り替え、で、上のキラーに直接乗ってしまえるところ、コインを目印に行きましたらば、チョロプ、チョロプのキラー、危ない。で、ここで、キラー、よし、行った、どうでしょうか、ありがとうございます。乗っていきましたら、これで終了。お疲れ。さあ、行きます。メットに乗ってくコースになってますね。オッケー、わかった。トゲが怖い。トゲ怖え。オッケー、大丈夫。さあ、ここも、なんとか大丈夫。最後あれ飛べる？あれ飛べるか？あれ飛べるかな？ちょっと恐怖でしか、だってこっからでしょ？こっから、やべ、これさ、気づいたんだけどさ、気づいちゃったんだけど、これ2周目行った方が良くないか？今気づいたけど、どうなの？あ、1個だけ？1個しか来ないのこれって。嘘、どうしよう、いけるかなこれ。
残り3、2、1、あ、ギリギリいけな、いけねえわなるほど、ズルできないかこれもしかするとだよな、そうだよな、そんな簡単になってるわけないよな。よし、ここ行って、ここさ、ほい、オッケー、いったー、ギリギリさあ行きます。オッケー、これは乗ってく感じになってますね。オッケー、最近これ系やってきてなんかできるようになってきたさあ行って、いやー、なるほど、これは、はい、ほい、はい、よいしょ、で行って、こっちまで行ったら中間ポイントは大きい、やったー。でもキノコは1キャップですかはい、よいしょ、あ、ミスったでもこれ多分ミスってるわけじゃなさそうな感じが、いった、よし、来ました、中間ポイント、はい、じゃ、はい、よいしょ、はい、はい、よいしょ、 OK 行って、上でやっといて、ブラパ出したならば次んとこか、はい、ここ、え、違う分かった、これこのままでもいけんな、はい、よし、で上やっといて、はい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 、おお、大丈夫、え、なるほど、そういうことか、はい、よいしょ、いったーさあ、なんとかここまで来れました。これは上をかっさらっていきましょう。やったー、さあやってきます。よし、オンオフを切り替えて、こっからこの、一マスブロックに、壁キックをしていかなければ、あー、ならないんだけど、これが難しいんだよね。よいしょ、はい、はい、はい、よし、いった、よいしょ、あー、今のいけなかったな、とてもダメだこっから、はい、よし、はい、いやー、せーの、ほい、ほい、ほい、オッケー、はい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 、行った、行ったけど、これ、いや、行けるわ、上、あー、こっからだよな、オッケー、やべえ、やべえ、やべえ、なるほど、はい、よし、いや、マジで行ってる、よし、うわー、えぐ、よし、行った、よし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 、さあ、こっから、待て待て待て、どうなってる、いやー、ちょっと待って、ブロス怖いんで、これ、アイテムゲットさせていただきながら、ここ飛んでって、やばいこれは大丈夫か、まずい、どうしよう、あばー、なんだかんだ、こっちもができるようになってきたな、はい、はい、行って、よいしょ、行って行って行って、ここまでは大丈夫で、ここもさ、キラーに一旦乗ってしまって、そっから上に行くんだけど、OK。ここで乗ったらさらに上に行けちゃうんだよね。で、問題のエリアに来ましたね。問題のエリアです。どうすっかな、これ。よいしょ。はい、まず、ワンワン、わー、お前、ワンワン、マジ言ってる。ちょっと待って。いやー、今のはダメだ。今のはやっちまった。やっちまった感が否めない。とても否めない。あ、まずい。どうしよう。まずい。まずいぞ。はい、一発一発をうまくやっていける。よし、やー、ありがとう。さあ、行きます。これは持ってく感じになるのかな。あ、待って、いけるか、普通に。危ない。これは、あ、待って、ここに行ける？なんか普通にバネ持っていけそうな感じがしなくもないんだけど。いや、待って、必要ない。普通に行けちゃう。なになに？どうなってんだろう、これ。これはさ、ここに置いて、こう行って行くことができるようになっているわけではないんだね。てか、そもそも持ってかなくても、こっからさ、行けるようにはなってないのかな？どうなんだろう？あ、やべ。お、怖いけど行けた。よし。どうなってるかな、ここ。いけたかこれ。あ、やった、ありがとう。さあ、行きます。あー、これ多分これをドクロを動かして、花ちゃん、花ちゃん行ったら上に。はは、むずい。だいぶスピード勝負だね。オッケー。はい。よいしょ、よいしょ、行った。ここまで行っちまって、押しといて、ほい。で、クリボーを倒して、おー、どすんないそれ、ないそれ。うわー。さあ、それじゃあ、ドクロ稼働させてから、花ちゃん、花ちゃん行っといて、オンオフをここで稼働させといて、で、クリボーからドスンドスンで、ブラパやったらワンワン稼働させ、鍵ゲットしてからが難しい感じがしなくもないんだけども、と言ってしまって、よし、行っちまった。あー、行けた行けたいやー、絶対中間ないと思ってた、これこのコースでやっといて、カロン、これどうなって、おー、なるほど、ちょっと待って、あー、難しいね、どっち、こっちだねさあ、まずマグナムやって、しゃがんでいきながら、カロンを2回叩いていく、そしてパウに乗っといて、上に行って、このまま、キラーに乗って、パウに乗って、パウに乗って、あー、危ない、危なかったカメック、そしたらばお疲れ様でした、ありがとう。さあ、行きます。10秒しかないやつになって、いやー、オッケー、タイミングだね、これ。せーの、はい、はい、はい、よし、行った可能性高いと思うんだけど、いやー、おいしょ
トロールコースっては書いてあったんだけど。なるほど。最初これ青いのって感じか。あ、ぽい。赤。あ、そういうことか。青。オッケー。なるほど。理解できた、理解できた。赤。あ、違う違う。青だったし、よかったよかった。結果よかった。あ、大丈夫？このままいける？もしかして。いや、赤。いやー。ってことは、青。赤。お、いけるいける。赤。赤？赤でいいの？よかったよかった。わからない。だとしたら。青か、次。違う。わかった。完全に理解した。赤からの、赤行って、青行ったらいけると。なるほど。トロールでしょ？トロールってことはこれ多分矢印じゃない方でしょ。いや、違う。ってことは下だね。あー、怖。あ、待って、ここなんか来そうな気がするけど。いや、ここで一旦出しといて、で、上から行けるようになっていると。ここじゃねえ。これさ、こっち？あ、行けるんだ、こっちなんだ。やった、ありがとう。さあ、20秒好きなんだけど、タイムがギリギリっぽいんですが、大丈夫かな？ OK、いける。ここ、あ、パウ叩いていく。せーの、よいしょ。いける。三段がきつい。さあ行きます。パックンから始まって、ドッスン行くんだけど、この後のこのブラパ。これ多分最後、ジャンプしなきゃいけないようになってると思われる。おそらく当たると思うんだよね、今の。はい、三段行った。このままパックン行って、ジャンプしていく。で、ここが、多分、タイミング！よし、行ったけどどうだろう？ゼロ。ゼロはどうなんだ？行った。さあ行きます。フリボーの上に乗ってく感じですね。これは、つらら降ってくるけど大丈夫、いけるようになっていると。左、うん、バネで、オンオフ切り替え。ここのバネに気をつけて、オンオフを切り替えたら、クリボーを乗ってっちゃ、危ない早い。ここ早。ちょっと待ってよ。で、ジャンプして、いけるようになっていると。よし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 。で、オンオフ切り替えながら行きまして、ここなんだ。普通にいける？普通にいけるね。よっしゃ。さあ、第2ラウンド、開始でございますね。これは。はい。ここでオンオフ押しといて、なんだ？え？で、こっからだよな。はい。この氷結の上が飛ぶから怖えけども大丈夫だった。危ねえ。で、行く。よし。で、ここ、いや、怖っ。オンオフ、やって、やってからの、奥行っといて、ここ行って、ジャンプ。あー、行ったー。ありがとう。いや、危ない。やっべ、違う。これ違う。ありがとう。危なかった。コース名が空中アスレチックってことが多分上に行くと思うんですけども、いけるね。さ、これはアイテムではないと。なるほど。一気アップもらいつつ行きました。あー、これ、上行けそうじゃない？よし、行けた。このまま、ブランコを利用して、上に直接行くことができるようになっている、ちくわからの、スピンで、メッドの上を行きまして、オッケーオッケー、大丈夫そう。このファイヤーバーのエリアはちゃんと見ていけば問題なしで行けそうですね。あ、そう、油断しないのが大事。よし、で、上行って、ちくわに、あ、待って待って。ちくわに乗って下に行くんだね。このまま行って、あ、胸カロン。よし、50コインゲットしていく。で、このアイテムはアイテムではない、アイテムだけど。で、行ってカロンやって、やらなくても大丈夫。中間ゲット、オッケー。中間ゲット、オッケー。ファイヤーバー、ここは進まなければならないけど。いや、ちょっと待って。ファイヤーバーに注意するのはもちろんなんだけど、カロンの骨にも注意していって、上に乗っていけます。つった。で、ファイヤーバー、短いけどなんか当たりそうな気がする。怖いですね。で、振って振って上に行って、はい、カロン、待て、投げんなよ。投げるんじゃないぞ。投げるな。おー、危なかった。あー、ギリギリやったけども大丈夫。下級が怖え。で、カロンに、あ、下にもあったんだね、石畳。オッケーオッケー。で、ベルコンに乗ってって、乗ってって行った。さあ、竜巻に、ん？ゴールが見えた。やった。勝ったかもしんないけど、ここ注意していこう。はい。ジャンプ！よーし、お疲れ！いきます。時間的には限られているけども、三段飛びはそこまでシビアじゃなさそうだ。危ない、危なかった。油断してるとやられるから、そう。三段飛びでいけるようになってますね。はい、はい、はい、ジャンプ。ここ、ちょっと違う。はい、はい、いける。ん？なんだろう、ここ。普通に行っちゃっていいのかな？あ、どうな、いやいや、行った、大丈夫だった。大丈夫だったけど、ここ怖くない？はい、はい、はい、いける！でも、ここのタイミングがシビアだよね。はい。よし、はい、はい、はい、いった。これは、これ、うわぁ。おー、いったー。10秒間のテクニックコース。トゲゾウだな。トゲゾウに乗ってって、ここだ。よし、いやー、上。オッケー、わかった。はい、はい。
で行って、ここね、乗ったったら、おー、行ける？こっちにあったよね。ほい、行ける。よし。どうだろう。時間的余裕はありそうかな。いやー、ねえわ。トゲゾーンやっといて、うわ、こうじゃねえ。多分、こうじゃないけど。行けんのかな、これ。まだ行ける？どうだろう。さあ、入った。時間的余裕、ないぞ。行ける。よし。0秒。行きます。うわー、いきなり花ちゃんがいっぱいいらっしゃって、アイテムがめちゃめちゃ多い。めちゃめちゃ多い。ここになんだろう。あ、キノコあるじゃん。キノコ、そしたらこのキノコもらってって、これあとなんだろうな。キノコ、キノコ、キノコ、全部キノコ。ってことは、上なんだ。はい。キノコ。でもこのキノコを出しといてさ、下行って、これを取りつつ上に行けるようになっているけども、小さくなっちゃった。でもまあ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 、いけるよね。おー、危ない。おー、ギリ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 。疲れそうだった、足が。でも大丈夫。キノコある。めっちゃ優しいぞ、この辺。さあ、雲、うわー、優しくない優しくないって言って、ボムだね、ボムエリアは普通に飛んで、いや、待て待て待てこれさ、最初のとこからバネ持ってきて、今上の方まで行ってみたんだけど、これさ、いや、待って、上から行けるようになってないこれもしかすると。え、行ける？あれ、なんか行けるぞ。あれ？行けるな、これ。これ多分ここで普通にキノコをもらってってさ、ここ注意して行って、で、上に行けるようになってるからさ、これ行ってしまって、バブルがいるんだけどさ、ここさ、ヒップで行けない？あはは、行けるありがとう。では、スピランやっていきます。ここ3段で行けるようになっているプラパタを押して奥に行く。これ持ってっちゃっていいんだよな。ここだ！よし！行った！はい！はい！やってって、これ、いや何？違う！だとすると、このまま行けそうな感じがするんだけど、どうなんだろうか。お、まず行くじゃん、ここ。で、ここ普通に入ってって、行ってしまって、このまま行けるようになってると。で、パックン叩いてって、やられつつ、行くじゃないですか。ほい！あー、やべえ！大丈夫だよな、これ。上！上！おー、怖！で、これは、あれ？おそらくここさ、ファインアフラワーゲットしたら、戻ってショートカットができるようになってる。やったね。危ねえ。よし、オッケー。おー、ギリギリ。ちょっと待って、届かない、絶対に、それは。あ、フラワー行って、これやってしまって、待って、かなり。かなり時間大丈夫かな、これ。トゲメット行って、上行けるようになってる。ほい、飛んでいける。ブラパやばくね、ここ。ブラパや、マジか。よいしょ！いや、入ったさあ、やってきます。でも、バネが出てきたんで、これに乗ってって、チョロップ行って、ここか！よし！いや、待って、時間ないんだね。上の度数が押していくシステムになってるんだ。よし、はい、はい。スピード勝負になっているんだけど、おお、こっからだよな。はい。よし、行って、クリボー行ったら、いや、いけないだとすると、多分ここ、タイミングずらして、行くしかないよな。よしよしよし、オッケー。で、行って、ほい。で、ここをやっといて、ほい。はい。ほい。おい、中間ここでの中間がマジでありがたすぎる。よいしょ。いや、むずここか。よし。はい。いや、いける。いや、はい。よいしょ。行って、ここでジャンプしといて、はい。カロン行って、チョロップ行って、おい。と言って、よし、行ったー、ありがとうさあ行きます。スピランですね。ワン、ツー、スリー、三段ジャンプ。ギリギリだった、今の。危ねで、キノコ取ってしゃがんでいく。オッケーオッケーオッケー。ここ大丈夫。いや、ガリガリは大丈夫だね。オッケー。で、このパウは必要なさそうかな。どうだろう、多分ないと思うんだけど。ピーちゃん入れてって。ピーが入ったってことは時間的に余裕はそこまでないかな。よし。はい、はい、はい、行った。しゃがんでいって、スターになりつつ、時間内に抜けていかなきゃない。やべ。詰まった。だいぶ詰まってるけど、これ問題ないのかな。どうなんだろう。大丈夫そう。時間的には問題なさそう。なんだ、いや、待って待って、これいけるか、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 いけた。あー、ギリギリ。やぶねー、危なかった。待て、これは、え、なになに、え、なにこれ、ちょっと待って、え、どういうこと、戻ってきたんだけどちょっと待った、奥か、いや違うんか。ここさ、多分上に一回行っちゃった方が、楽に行けそうな気がする。ね、上に行っといて、こっち行って、ここら辺に待機して。わー、5秒どうなんだろう。これはわかんなかったな、最初。ありがとうよかった。さあ、行きます。まず、オンフ乗ってって、うおー、なるほど。これに乗ってく感じですね、パウに。で、あ、すぐ移動する感じかな。よしよしよし、ガリガリのところを進んでいきます。
1つ目2つ目3つ目のガリガリを抜けました。ちょっと待って、置いてかれた。危ねえ。さあパックの上を踊っているこのパウ、よいしょ、はい、よし、スピード勝負かな。よっしゃ、いったー、なんとか大丈夫。中間ゲットで、いけるようになってるよ。おお、これは大丈夫だね。乗ってく感じになってます。ガリガリに注意して大幅に、よいしょ、さあ行って、これオンフだよ、たらすぐに出てくるから、ここに上か、パウに乗ってって、上パウオンオフで、オンオフ行って、このパックン越えて、パックンを、よいしょ、オッケー、行った。いやー大丈夫。さあ、なんだ、なかなか進まない、進む、よし、あー怖かった。でこれさ、挟まる可能性ある、怖、ここあ、ちょっと待って、ここ、危ない、挟まなかった。え、こっちは土管か、いや、こっちで合ってる、そもそも。いや、どうなんだろう、いや、待って、いや、これ下なんだろう、道が違うな。こっちから行くか。いや、こっちじゃねえ。なるほどね、この道か。正解ルート。オッケーオッケー。ガリガリに注意して、あとはこのパックンの、上の翻弄されないように。あ、ゴールが見えた、ゴールが見えてる。ありがとう。サムライゲームズ。最後までご視聴ありがとうございました。これからもですね、とても難しい、どこまでマリオの方をどんどんね、攻略していって、もっと上手くなるよう、頑張っていこうと思いますので、応援していただけると嬉しいです。マリメ2に関しては毎週配信の方もしておりますので、よければそちらもぜひ、来てみてください。ではまた次回もよろしくね。バイバイ。